オカルタブーということでね、まあ、こんな明るい感じですか？思った。こんなテンションでやるもんじゃないんやけど、はい、今日はですね、美女2人でこちら、はい、石神公園の八方寺池に来ました、うん、っていうことで、どこどこあれさっきもね2分前ぐらいに教えてもらったのに忘れた。三宝寺池に来てるんですけど、うん、今日はですね、なんとゲストでネオちゃんが来てくれました。はじめまして、ネオです。席よろしくお願いします。お願いします。かわいそうに1回目初めてが心霊ということで、初めて来ました。でも本当に昔偉い人がおったんよ、うん、でもその偉い人はなんかうっ、ん、ってなって池に飛び込んだんよ。そしたらその娘さんがうっ、ん、ってなって、そのお父さんを追って池に飛び込んで、うん、っていう昔話があって、なので、うん、その池の周辺にはね、うん、幽霊がいっぱいおると噂ですが、うん、早速、うん、行ってきたいと思います。頑張ります。おお、おい、おい。でも初めてなんて、ネオちゃん死んで。そうです、そうですよ。おお、なんだ、やっぱみんな怖いみたいですね怖いってこと。夜の遊具を満喫してるちびっこだよ。うちもあれ遊びたいんやけど、一回寄らん。うちらも一回ブランコしやん。でもなんか意外と結構人がいますよね、うん、うん、めっちゃおる。ってことはなんか結構大丈夫な気もする。うん、おいおい、え、早ない？怖いの早ない？大丈夫ですか？ねえ、ちょっと待ってください。なんもないでしょー。やってくれなんかすごくない？ここ渡るってことですか？まあ、そうです。え、違うよ、池に行くんで。うわ、おい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 、なんか楽しくなってきました。なんかそう、普段他のメンバーが結構みんな年上で、結構みんながこう心霊好きやから、はい、でも今回そう、ネオちゃんはちょっと年下なんですよ、うん、だからなんかちょっとうちも怖いけど、うん、なんかいざこう年下があったらうちがちょっと頑張ろうっていう、はい、これ今好感度アピールポイントです。好感度上げてます、はい、あのっていう気持ちになっておりますので。なんでその喋れるんですか？え、だって暗いですよ、もう。あのね、うちを喋って、これあのYouTube です。あ、ごめんなさい、じゃあ YouTube です。ごめんなさい。あ、ねえ、待って、ねえ、ちょっと待って。ザリガニの捕獲の罠を設置しています。平和やな、平和ですね。いやえ、てか暗すぎ、暗すぎて、てかこの回、待ってください、暗すぎて何も見えないなっていう。懐中電灯意味ないやん、うん、だっていくらかないじゃん。うん、大丈夫です。え、まずもう池まで行くのに怖いもん。まあ、いや、真っ暗すぎてえぐない、急に暗いんやけど。え、怖ない？普通に真っ暗すぎて。ね、目つぶってもいいですか？え、それ逆に危なくない？それいいけど、いいけど危なくないか。でもさ、庶民目つぶっても一緒やと思う。もう暗すぎて分からへん。なんかだってさ、なんか時々後ろみんなおるって後ろのライトさんが怖い。地図があります。え、もう、あ、水辺でっか。観察園ようこそ。今そこ来たってことですか？これそうかな。ってことはってことはどこ？ってことはどこ？あっちですか？ん？あ、もうそこが池だったってことですか？通ったところが。多分そうやね。でも池要素なくなかった。よかったで。あれ？あら。あれ？あれ？多分そのまま行ってもらえると。どっちですか？あ！え、何よ？池。池に驚かんといて。真っ暗だと本当に見えなすぎて。確かに。もうなんか疲れた。うん。びっくりした。あ、びっくり。びっくりした。びっくりした。びっくりした。なんかあれある。何あれ？なんかもう暗い。やだ。じゃあとりあえず進んでみようか。はい。でもめっちゃなんか叫び声が聞こえる。うん。それは遊んでる子供たちなんやけど、でもなんかそれすらももう怖く感じる。わかります。の、えぐいわ。この池がやっぱり三宝寺池だね。もう出るん。だから霊がいると言われる場所だ。もうすでに言われるんや。もう池ですもんね。怖いよな、この池。なんか、え、何？あ、なんか浮いてるだけか。ああ。ああ。え、何？もうね、何でも怖いわ。どこで撮ります？あ、でもここが一番見えるのかな。急に柵なくない？本当だ、危ない。え、なんでここまで作ってやめたん？え、なんでここやめたん、作るの？え、危ない。え、でもなんか普通にこっからさ、落ちそうね。普通にチャポンって行っちゃいますよ。行ってみる？
言葉止まるよ。じゃあちょっとね、ここでとりあえず一回写真撮ってきます。そうですね、写真が一番怖いですよ。一番怖いよ。え、これピースしない方がいいね。はい、チーズ。でもこれ、なんかいつも他の撮影の時に、うん、撮った時とかこの時は何もないんやけど、なんかの家帰って動画とか見たら映ってんねんね。いやでも特に、なんか空の色がすごいな。なんかね、でもでも特に今は大丈夫。今はなさそうですね、はい、うん、あともう一個じゃあ、いつも使ってるアイテムをここで渡しておきましょうか。何何、あ、出ました、ウマドラくんがよく使ってるやつやろ。何ですか、何何、なんかウマドラビデオっていう人がおって、ウマドラくんがいつもやってるやつなんやけど、うん、なんかこれ押すねんな。そうですね、それしか知らん。押したらこのボタンを押すと、レイが近くにいると、驚くん早ない、説明の途中説明の途中すぎる今。悪い例がいると赤くなるし、いい例が何もないよってなると青とかになるみたいな。もうもう、やだ。まだ押してない、まだ押してない、落ち着いて。はっ、うん、えぇ、ー、何も、お、あ、青は大丈夫です。おい、安心しました、安心したけど、動画的に面白くないって顔が言ってます。もうそういう時もありますよね。なるほどね、先に進みますか。でもこの駅なんか意外とでかいな。めちゃめちゃでかいよな。しかも結構あれですよね、高い高い、なんていうんですか、浅くないですよね。浅いのかな。ちょっとネオちゃんがテンパっていますね。いや違う違う、ネオちゃんただの語彙力がないだけですね。あった。あ、え、なにも、あ、びっくりした。楽しいですね、楽しいですね。大丈夫かねおちゃん。ちょっと大丈夫です。虫すらも怖いでですね、この公園、その身投げした人の供養するためのお墓みたいなのがこっちの方にあるらしいので。あっちの方にあるの。はい、こっちの方に。じゃあ、あっち行きます。いや、なんで戻るんですか。逆です。あれ、あれあれ、なんか石だ、石置いて、違う、一緒だ、木か、はい、ここで座るんか。座ります。じゃあいい、え、謎に大丈夫です。座る。え、一回ここで写真撮ろう。なんで、なんで。なんかね、楽しくなってきた。なんか透けて見えるよな、なんか、なんか、ほんの、きの、あー、なんの、誰、魚か、何でもいいけど。ない気がします。何も。え、もし例えばもう自分のね、親がね、こう、うん、海へ身投げしました。うん、はい、自分もする？でもどうなんですか。実際、え、しちゃうかも。ほんま？え、どうなんですか。もうひたすらも怖い。え、でもなんか結構ママっ子なんで。あ、そうだろう。ネオちゃんの本で見ました。結構ママっ子なの。あ、概要欄にネオちゃんのスタイルブック、あの、ネオワールドっていうのが発売中なので、URL 貼っときますね。ありがとうございます。お願いします。皆さん、概要欄のチェックの方よろしくお願いいたします。しっかりと宣伝。え、ここ？カラス？いやいや、カラス注意って書いてるけども。なんか、え、もう。え、ここが？そうです。スワンワンが話した偉い人って言われる人のお墓ですか？はい、つかみたいなのが。文明9年、いつ？あ、ごめんなさい、光出ちゃった。ちょっとお祈りしておきましょう。でね、さっき話してたもう一個の娘のその供養するためのものが、はい、こっちの方にあるらしいっていう。場所全部違うんや、一応。離れさすのかわいそうですね。確かに。一緒がいいのに。一緒に刺してあげてよかったのにな。うん。練りの巻、あ、違うな。練り、練馬の、免疫しらかし。え、すごない？でもなんかお墓っぽくなくない？え、すごい。でなんか上のとこにあるやつが。なるほど。もう一枚いくで。はい、チーズ。優しいな。ありがとうな。でも一緒にこけるかもしれない。最悪やな。はい、ということで
最初の場所に戻ってきました、うん、多分オープニングよりも2人とも顔がやすれてると思うんですけど顔がねちょっともう疲れてると思うんですけど、はい、そこはちょっと触れずにね、うん、どうやった？なんか雰囲気がやっぱり怖いし、でも写真撮っても何も映らんかったから、そう映んなかったですね。そう今のところは全然大丈夫だし、うん、意外と2人だけじゃなかったから佐々木さんもね追ってくれたんで意外と怖くはなかった、うん、けどなんかあのずっと音みたいな音楽っていうかなんか流れてて人の声と音がでもそれピタッて消えてそれだけ何やったんやろってめちゃくちゃ思う、うん、あとやっぱたまに川でなんか川の方で落としたりとか、うん、とりあえずなんかネオちゃんがいっぱい こけてたんでそれだけがちょっと心配まあ今日はね来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。ここは大丈夫でした。はい、バイバーイ。